柳本大塚古墳出土橋、雲雷分内行家門橋内行家門橋とは、中国の五寛大で流行した道鏡である。日本には、弥生時代から古墳時代にかけて輸入されたほか、模造して作られた防水橋もある。中国で五寛大初期に成功し、黄河流域より北を中心に流通した。内向きの円故を連ねた、蓮古文明大橋の名隊が社格雷文体に、 置き換わって成立したとされ、平面的な幾何学的な文様であることが特徴。また、中座の四葉文や連古文に四個との喫章句を入れる他には名文を持たないことが多いが、ハーバード大学美術館像の内向家文教には、永平7年に、高村家という民間工房で制作され、金額が300銭と記されており、日用品として流通していたと考えられる。 中国各地で出土するほか、朝鮮の落老古墳や日本の弥生時代から古墳時代にかけても出土し、特に古墳時代前期、中期に多数の出土例がある。三雲南古人遺跡では内向下門橋系が31面、有田平原遺跡では内向下門橋系8面出土するなど、初期は北部九州からの出土が顕著である。輸入された船はじめ鏡ともに、 国内で鋳造された防制鏡も多数出土し、後日の大型内向家門鏡は大陸での出土例がないことから防制鏡とされる。内向家門鏡は、教会中央の中座の周りに基本8つのレンコを内向きに一巡させた文様を有する鏡。ただし稀にレンコが11個、9個、6個、5個の鏡も存在する。正式にはレンコ文鏡と呼ばれ、 日本では文様を花びらに見立て、内向花紋鏡と呼ばれる。またバリエーションも様々で、大きさは手のひらサイズから最小の大型まで多様であり、図像も、蓮ンの外に雲雷文を並べた雲、雷文内行花紋鏡や、雲雷文が突起状に飛び出した雲雷文鏡の亜種、中座と蓮ンの間に、蝶のりこ孫などの名文を入れたもの。 名文を連ン外周に並べた内向下門名太経、中座に連ン文を配置する、もの、直線と円を使用した文様を有する自家古門円、内向下門経などが存在する。また連ンと中座の間にも、多種多様な図像が造形されているものもある。中座はコウモリ型、四葉型、円形などがあるが、後日の大型内向下門経は八葉型である。大きさは、 代償様々であるが、2006年に国宝に指定された福岡県平原法系集公募出土品一括の中に直径4 6 5トルの大型内交化門橋が含まれており、現在までに日本国内で出土した同橋の中で日本最大の大きさである。2017年には福岡市博多区、 伊相田の中島遺跡にて、極めて関係に近く錆も少ない綺麗な状態の内向下門橋が出土した。ありがとうございます。